どうも、サムティです。というわけで、Ibリメイク版実況プレイパート6ですよ。6やっていきましょう。前回は新規ユーザーのメアリちゃんが加入したということでね、まだ謎多き少女ではありますけれども、これからどうなっていくのかね、楽しみなところではありますよね。ということでね、じゃあ続きからやっていきましょう。争いの矛先。なんだろう、夫婦喧嘩でもしてんのかな。なんだ、一体どちらが正しいのか。最強の盾と最強の矛、どちらが強いのかという話ですか。違うと思います。そういえば、私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーもバラを持ってるんじゃない？うん、持ってるよ。黄色いバラ。あら、ほんとね。二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたらダメよ。誰かに渡すのも危ないからね。それから、わあ、イブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。いいですね。嫉妬深き花。鍵がかかっている。セーブができますね。あ、メアリちゃんがいる。入りましょう。わー、ウサちゃんがいっぱい。深海。あまりに精神が疲弊すると、そのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに、自身が壊れているのを自覚することはできない。なるほど。何もない。調べましょう。赤色の目。たく、この絵といい部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。そうかな。可愛いと思うけど。これのどこが可愛いのよ。そうかな。イブはどう思う？まあ、このウサちゃんは可愛いですけどね。そうだよね。やっぱり可愛いよね。もういいわ。早くここ調べて出ましょう。この部屋、なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。じゃあ出ましょうか。待って、その前に。ウサちゃん。早く調べ物済ませて反対側の部屋に行きましょう。ウサちゃん。灰の中で何かが光っている。紫の鍵を手に入れた。じゃあ、行きましょう。絵の中から物音がする。何？この音。近づいてくる。なんだ。おー、やばそう。床から何か出てきた。やばそう。なんかまずいわ。みんな絵から離れて。イブ、危ない。分断されてしまいましたね。2人とも大丈夫？びっくりした。イブは怪我とかしてない？大丈夫。よかった。それにしてもこれ、邪魔でそっちに行けないんだけど。折ったり、もう無理そうね。この大きさじゃ。どうしましょう。ねえ、イブ。さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵で、この部屋に入れるんじゃない？もしかしたら、その部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。でも、2人だけで大丈夫かしら。大丈夫よ。ね、イブ。まあ、別れない方がいい気はしますけどね。なんでよ。すぐ戻ってくれば大丈夫だよ。他にいい方法思いつかないし。確かにその通りだわ。別行動はあんまり気乗りしないけど。でもいい？何もなかったらすぐに戻ってくるのよ。どうするのかは、その後改めて考えましょう。わかった。それじゃあ行こう。じゃあ、動画ないから行きましょうね。左側のアイコンがギャリーさんからメアリーに変わってますね。イブ、早く行こう。はーい。すごいね、なんかいろいろ。画材とかいろいろあるね。多分。これぶつけたら、さっきのトゲトゲ壊れそうだよね。重くて全然動かせないけど。使いかけの絵の具がたくさん入っている。誰もいないのに人が座っている気配がする。この椅子持っていきたいけど、すごく重くて持ち上がらないよ。どうして？まあ、見えない何かが座ってるんでしょうね。よくわからないもののデッサンがある。でもここでデッサンしてるんでしょうね。いろいろな画材が詰め込んである。何か面白いものないかな。あ、箱の奥にパレットナイフがある。これであのトゲトゲ削れないかな。いや、さすがに無理だと思いますよ。そうだよね。やっぱりダメか。でも、これ持っていこうかな。念のため、ね。ちょっと怖いですね。基板な画用紙が入っている。使い古した筆が入っている。あんまり役に立ちそうなものないね。一旦ギャリーのところに戻ろっか。あら。わ、何？びっくりした。出口が、てか入り口が塞がれちゃってますね。あれ？扉が。なんであの石像あそこにあるの？さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。どかせるかな。押せよ。せーの。ダメだ。あ、ダメだわ。全然動かないよ。イブ、どうしよう。出られなくなっちゃった。じゃあ、先に進むしかないね。仕方ないから、こっち行ってみようよ、イブ。まあ、しょうがないですね。何？イブ、君に楽しんでほしいから。大人のいない楽しい世界へ。落下した星。イブ、サーカスって知ってる？ボールいっぱい投げたり、ライオンの口に入ったりするんだよ。ライオンの口に入るの？それはやばいんじゃない？サーカスにいそうなピエロが。鼻が飛び出してる。ほら。取れちゃった。よかった。くっついたよ。すごいな。絵から何か飛び出てたら、取りたくなっちゃう。まあ、それはちょっとどうかと思うけど。ブランコのような絵がある。サーカスかな。一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。どういうことでしょうかね。セーブができる。床が抜けていて進めない。なんか上に、なんか、すごいね。テレビみたいな。テレビに目がついたみたいなのがありますけど。何もできないから、とりあえずこの青いバラのやつかな。ギャリーはどうしてるかな？置いてきちゃったけど。これで、ギャリーさんパートに行くって感じですかね。遅いわ。何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメね。やっぱり2人だけで行かせるんじゃなかった。どうしよう。もう一度あの部屋調べてみようかしら。あんまり入りたくないけど。ギャリーさんパートになりましたね。ヤリさんの方がやっぱバラの数は多いですね。ライフの数は多いですね。セーブして。おー、腕時計。美術館に来たあたりから針が止まっている。ライター、長年愛用している。オイルが残り少ない。青いバラの花。珍しい色のバラの花。枯れると命に関わる。わー。全然ウサギちゃんじゃないじゃん。ウサちゃんじゃないじゃん。なんだこの気味の悪い人形は。本当に気味が悪いわ。赤色の目。うん、確かに赤色の目だな。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。果たしてこの深海が誰に対してのことなのか、これは考察の余地がありますね。めぼしいものはないわね。あれこの本だな。動かせるやんけー。なんで気づかなかった。あらま、動いたわ。なんでさっき気がつかなかったのかしら。まあいいわ。ここから出られそう。じゃあ出ましょうか。で、赤いバラのマークがあるんで、多分これを調べたら、ギャリーパートと、イブメアリーパートが分かれるっていうか、まあ、切り替わるって感じですね。セーブして。これはさっきのと同じ植物。これなんとかしないと、本当にこれ以上進めなくなっちゃうわ。出口なんてない。理由なんてない。これは多分さっきの、あれですね、イブメアリーの方に、イブとメアリーがいるところにあったやつと対応してるんでしょうね。だから一旦調べましょうか、こっち。左から4番目、右から2番目かな。天井から紐が下がっている。引っ張る。そうですね。するするすると。足になりましたね。まあ、多分正解は引きましたけど、一応全部調べましょうか。引っ張る。お触り禁止ですよ。もうやだ、こんなとこ。引っ張る。ほんとやめて、こういうの。引っ張る。何よ、これ。引っ張る。うわ、嘘、やだ。明かりが消えるスイッチだったの。おー、戻った。よかった。つかなくなるかと思ったわ。じゃあ、こっち行きましょう。イブ、見て、橋ができてるよ。通っていい？いいって。んすごい、面白い、あれが、SE が鳴りますね。これを多分落とせばいいのかな。はい。俺、真上にギャリーさんがいたらどうすんだろう。はめましょうね。はめると、これが引く感じね。これは進んでいいのかな？こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。こいつが言ってるのかな？ねえ、どうして連れてってくれないの？なんで無視するの？私のこと嫌いなの？いや、そんな初対面の人に言われましても。ねえ、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。そう言われましても。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。永遠にここにいろ。もう、やばいですね。セーブがあるが。一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして。あんたの相手を捨てる暇なんてないの。まあ、避けましょうね。こういうのには関わらないのが一番だわ。おー。連れて行け。ああ。いろいろありますね。とりあえずセーブして、一旦イブパートに持ってみますか。おー、え、すごい、なんだこれ、星空みたいな。わあ、なにここ。いいですね、綺麗ですね。ねえ、イブ、ちょっと聞いてもいい？どうしたの？ギャリーって、イブのお父さん？違うよ。じゃあ、お父さんは別にいるのね。そっか。イブのお母さん優しい？まあ、わかんないですけど、まあ、優しいんじゃないですか。へえ、いいな。早くお父さんとお母さんに会いたいよね。私も早くここから出たいよ。なんで急にこんなこと聞くんでしょうね。ね、イブ、あのさ、もし、この世界から出られるのが、2人だけだったらどうする？どうしてそんなこと聞くの？え、なんとなく。もしそうだったらイブはどうするのかなって、ちょっと気になっただけ。もういいや、早く行こう。なんかすごい意味深ですね。さっきの例えばの話だからね。本当に例えばの話なんでしょうか。星となんとかの、きらめき、瞬き、なんだろうね。星空って綺麗だね。上に白い粉じゃねえわ。普通に読み間違えた。上に白い粒がたくさんあるなんて信じられないよ。外に出たら全部で何個あるか一緒に数えようね。いや、もう無理ですよ、そんなの。インチを超えた数がありますからね。天の糸。まあ、これで、イブパートと、イブメアリーパートとギャル、ギャルじゃねえ。ギャルさんじゃねえよ。ギャリーさんのパートが、まあ、自由に聞きできそうですね。じゃあ、一旦セーブして、はい、じゃあ今回は一旦ですね、ここで切りたいと思います。まあなんか、ギャリじゃねえわ。メアリーが、なんか不穏な動きを見せ始めましたけれども。これが一体どうなっていくかなんか。もうめっちゃ噛む。今回めっちゃ噛む。これからどうなっていくのか、また次回以降で、お楽しみください。それでは今回はここで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか？よろしければ高評価やコメントなどをお願いします。また、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録がまだという方は、そちらもぜひ。また、Twitter もやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。